今夜の S1 は牧原ひろみさんとお伝えします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今日のラインナップです。こちらです。ドラフト企画は巨人、阪神など複数球団が1位指名を検討しているという注目選手をご紹介します。そしてメジャーリーグはダルビッシュ投手がシーズン最後の登板です。目標に掲げている世界一の投手に大きく近づきます。8年前メジャー挑戦を決めた時、ダルビッシュが誓った夢。世界中の誰もがナンバーワンのピッチャーはダルビッシュだと、そういうピッチャーになりたいなと思ってます。メジャーナンバーワン投手に贈られるサイ・ヤング賞。海を渡り8年、ついにその有力候補に名を連ねました。さあ牧原さん、今シーズン活躍の要因ですが、そうですね、腕を引く動作、これテイクバックというんですが、今年ちょっと小さくしてるんですよ。小さくなった。はい、これよく見てもらうと、昨年と比べてもらってもかなり自分の腕の近くで回ってますよね。はい、ですからこれすることによってコントロールが良くなる、フォームも安定してくるんですよ。ですから今年は無駄なフォアボール少ないんで、防御率も非常にいいということで、これはね、なかなか勇気のいることですけど、安定感を生んでますね。日本人初のサイ・ヤング賞へ、レギュラーシーズン最後の相手はリーグトップのホームラン数を誇るホワイトソックス。その立ち上がり、サイ・ヤング賞に向けては得点を許したくないところですが、いきなりヒット。それでもカットボールで一つ目の三振。前回ホームランを打たれている4番アブレイユにはストレートの真っ向勝負。リーグ MVP 候補にも強気のピッチング。1回を無失点に抑えます。打線は3回、3番のコントレラス。エースに何としてもサイ・ヤング賞をスリーランで突き放します。大量援護をもらったダルビッシュはその裏、先頭バッターにツーベースを浴び、この表情。その後ツーアウトランナー三塁と失点のピンチ。バッターボックスには昨シーズン打率リーグ3位のモンカダ。まずはスライダー、2球目もスライダー。素晴らしいね。わずか2球で追い込むと、このストレート。これはもうね、サイ・ヤング賞候補の球ですよ、やっぱりね。声が出ました。はい、これはやっぱり、でも低さといいね、これ誰が来ても打てないですよ、この球ね。それくらい、そう思わせるぐらいの球ですね。コンパクトなフォームのこのコントロール。5回、このイニングを抑えれば勝ち投手の権利ですが、またも先頭バッターにヒット。世界ナンバーワンになるために絶対に失点は許されません。気迫のストレートの連続。そして落ちる変化球で空振り三振。牧原さん、このボールですが、そうですね、これチェンジアップなんですけど、前田健太投手にちょっと聞いて、それをまた試合で投げたんですよね。だから1日でそういうことできるっていう、まあフォームがね、コンパクトになった分、そういうのがうまくできたのかなと思いますけど、彼の凄さっていうのを感じる一球でしたね、これはね。しかし続くバッターに2球連続でボールを与えると、コーチそしてチームメイトが駆け寄ります。牧原さん、この場面ですが、どんな会話してますか？まあ、こういう時ってね、あんな球投げてるのに何をフォアボールで怖がってんだって、急にどんどん行けよって言ってくれると思うんですよね。ここはその味方のエールに応えます。ダルビッシュは7回を投げ5奪三振無失点でリーグトップの8勝目。日本人初の最多勝が決定的となり、チームメイトも祝福。この試合でダルビッシュの成績はご覧の通り。牧原さん、いかがでしょうか？いや、もう勝ち星も含めてね、これでサイ・ヤング賞取れなかったらもういらないよってぐらいの気持ちのね、素晴らしい記録残してくれましたね。自分としてはもうできたと。はい、結果待ちたいですね。一方、プレーオフ進出を目指すレッツの秋山翔吾は5回。
今シーズン6本目のツーベースヒットを放ちます。さらに9回満塁のチャンスではセンター前にタイムリー、メジャーで7度目のマルチヒットをマーク。秋山の活躍もあり勝利したレッズ、7年ぶりにプレーオフ進出を決めました。プレーオフ進出へ全勝が条件のエンゼルス、4点差の9回に大谷が代打で登場。その5球目捉えきれずファールフライと、これをサードがまさかの落球。逆転勝利へつなげられるか大谷。カットボールに手が出ず見逃し三振、チャンスを生かせずチームも敗れプレーオフ進出を逃しました。そして日本人ではダルビッシュをはじめ田中将大、前田健太など6人がポストシーズン進出を決めています。そして日曜日の S1 はメジャーで世界一を経験した川崎宗則さん。その川崎さんと WBC で共にプレーをした西岡剛さん、元メジャーリーガーのお二人が注目の日本人選手を徹底解析です。特許取ってるぐらい新人類だと僕は思ってるんですよ。やります、二人で。足のスペシャリストがバットで見せた。ゲーム差はわずか1。パリーグ白熱の首位攻防戦、5連敗中のソフトバンクは2回、チャンスで9番周東。盗塁数リーグトップを走る男が先制の2点タイムリー。さらに1点を追加し、この回3点を取ります。1点差に迫られた3回には柳田、デスパイネの連打でノーアウト2塁1塁のチャンス。続く中村晃の打球はレフトへ。なんとこのレフトフライでセカンドランナー柳田タッチアップ。槙原さん、チャンス広げました。そうですね、この補給する姿勢でちょっと後ろ下がってるんで強い球が投げられないだろうというところで、柳田選手ね、打つだけじゃなくて足でもね、チームを牽引している走塁ですよね。これはね、素晴らしいプレーだと思いますね。補給体勢、はい、補給体勢ですね。少し下がってるんでステップして投げなきゃいけないですからね。そこを見極めてチャンスを広げたという柳田、この好走塁でした。まあ、普通だとね、躊躇しちゃうところなんですけどね。連敗脱出へ勝利への執念を見せた柳田は7番川瀬のショートゴロの間に生還。なおも満塁のチャンスに打席には先制タイムリーの周東。2本目のタイムリーで自己最多の4打点。周東の活躍で連敗を5で止めたソフトバンク、ロッテとのゲーム差を2に広げました。巨人の勢いを止めたのは神様に愛された男。現在5連勝中、首位巨人の前に伏兵現る。中日の5年目キャッチャー木下拓也、同点の8回勝ち越しの2号ソロ。さらに9回守備でも見せます。同点のランナーはダイソー増田大輝。足のスペシャリストを牧原さん見事に、はい、もうまさにあそこでしかアウトできないですよ、増田大輝はね。まあでも自分の打ったホームランを守るね、素晴らしい送球でしたね。さすがでした、はい、木下の攻守の活躍で巨人の連勝を5で止めました。ホテルで朝食食べた後エレベーターで傘入れてるビニール袋落ちてて、それを拾って捨てたので、まあ、神様が味方してくれたと思います。神様ありがとうございました。素晴らしい。金曜日、5人の選手がコロナ陽性判定を受けた阪神は濃厚接触者を含む10名が登録抹消。この非常事態を救うべく緊急一軍昇格の藤浪が7年ぶりのリリーフ登板。ヤクルトの4番村上との勝負。初球カットボールでストライク。2球目は152キロのストレートをいとも簡単に弾き返され、藤浪は6敗目、
阪神の正念場は続きます。日本ハムは3点を追う9回、満塁のチャンスに代打清宮幸太郎。走者一掃の同点タイムリー。不振の続く男が土壇場で意地を見せた日本ハム、延長戦の末勝利しました。パ・リーグ新人王候補西武の平良海馬、8回ピンチで対するは楽天浅村。その初球、155キロのストレート。2球目は2球続けてストレート勝負。追い込んだ平良、勝負球は全てストレートで3球三振。新人王へまた一歩前進です。 DeNA ロペスが偉業達成へカウントダウン。今シーズン初の4安打と固め打ち。日米通算2000本安打まであと16本としました。順位表です。巨人の優勝マジックは阪神が敗れたため1つ減り25となりました。さあ続いては今週から始まる新企画です。読売桑田真澄。この国で懸命に野球に取り組む全ての人々へ、プロ野球ドラフト会議、運命の日まであと29日。10月26日に行われるドラフト会議に向け、今週から4回にわたってこちらの選手たちをたっぷりとご紹介していきます。第1弾の選手はこの方です。おー、ナイスイン。すごいな。彼の打球は海を越えて未来に届く。そのホームランの打ち損じというかヒットになれば、うん、素晴らしい。レジェンドも大絶賛。天性の振る力。週末ヒロインをこよなく愛する今年のドラフト1位候補、近畿大学佐藤輝明。関西学生野球リーグで12本のホームラン。大学の先輩で巨人の OB、 二岡智博の記録まであと1本。12球団のスカウトが注目する身長187センチの大型スラッガーです。3つのポジションをこなせるのも高評価につながっています。ドラフト会議まで1ヶ月、すでに即戦力の野手として巨人や阪神などが1位で指名するのではないかという報道も出ています。全ての能力において高いレベルを誇りますが、中でも最大の武器は自他ともに認めるそのパワーです。やはり長打力っていうところが一番の自分のアピールポイントだと思ってます。まあ、基本的にはやっぱりそのホームランの打ち損じというかがヒットになれば、まあ、一番の理想だけはホームランです。高校入学時体重は65キロしかありませんでしたが、2年生から本格的にウェイトトレーニングを始め、現在は94キロ。打球の飛距離も格段に伸びました。ではプロに入ったら対戦してみたいピッチャーは？ただ単にこう見てすごいなってシンプルにそう思いますね。山本由伸投手ですかね。まあ、意識するというか、まあ、同年代ですけどあれだけの活躍しててすごいなと思います。そんな佐藤選手をプロ通算2203安打のレジェンド荒井貴博さんがチェック。しっかりとボールの内側からバットが出てますよね。体に巻きつくような感じですね、うん、素晴らしいです。プロ野球の中でもなかなかできるバッターっていうのは限られてきますね、はい、バッティングを今のプロの選手に例えたら誰が一番近いでしょう？まあ、同じ左バッターの柳田選手に
通ずるものがあると思いますね。自分のポイントじゃないポイントでもしっかりと詰まろうが泳がされようが振り切ることができるっていうのは簡単そうに見えて難しいんですよね。天性の振る力、そして振り切る力っていうのは感じますね。はい。ちなみに新井さんの大学時代と比べていかがですか？私の大学時代と比べたらもう月とすっぽんですよ。はい。もうね、比べるのがね、彼に対して失礼です。はい。スケールの大きな選手なんで大きく育ってもらいたいですよね。新井さんのお墨付きをもらった佐藤選手、現在は学生寮で暮らしています。野球から離れてリラックスしたいときは何をして過ごしているのでしょうか？あ、僕の好きなこういうやつとか、まあ、見たりしますね、たまに。それは誰ですか？これは桃色クローバー Z です。ももクロはメンバー4人いますけど、誰が好きなんですか？レニちゃん推しです。鋼の肉体を持つ週末ヒーローは、オフシーズンはライブを見るために遠征するという熱狂的モノノフ。ちなみに好きな曲は、まあ、ホエロとかでも好きですね。はい、田中将大投手のために作られた曲なんで、やっぱり試合前とかもいいかなと思います。ドラフト1位候補佐藤輝明、10月26日の主役は俺だ。さあ、牧原さん、佐藤選手楽しみですね。そうですね、新井さんも言ってましたけど、はい、柳田選手に据え、そうなっていくような選手だと思いますし、どの球団もやっぱり身体能力の強さとか、守備がいろんなところできるっていう意味では、どのチームを知る欲しがるんで、かなり競合する選手だなっていうのを感じましたね。やっぱ巨人も。そうですね、巨人はもう先に言いましたけどね。でもやっぱりそこで競合しそうです。